XP-67XP-67 XP マクドネル XP-67 は第二次世界大戦後期に米国のマクドネルエアクラフトが開発していたアメリカ陸軍航空軍向けの単タンザレシプロ総発戦闘機である。機体の飛行式名はバット。後に一大軍用航空機メーカーになるマクドネル社が最初に製作した軍用機で 胴体及びエンジンナセルと主翼の翼服方向の縦断面型を連続的につなげることにより空気抵抗の軽減を図った意欲的なスタイルであった。しかし試験時に発生した諸問題と需要の消滅により試作一機のみで開発は中止された。機体を正面から撮影したものだが胴体、ナセル、翼が一体となって扁平な断面形状となっていることがわかる。 マクドネル社は1939年に創業した航空機メーカーであったが、その翌年の1940年には早くもアメリカ陸軍航空隊が求めた長距離戦闘機のコンテに独自の試作設計案を提出した。結果的にそれには落選したものの、その新進機への提出案は審査官を注目させ、陸軍からマクドネル社に さらなる研究開発データ提供のための資金援助が行われることとなった。そして1941年に陸軍に提出した戦闘機のモデル案は XP-67 として2機の試作発注を受けたのである。提出された設計案は新興のメーカーらしい色々なアイデアのなじった機体にまとめられていた。胴体とエンジンナセルの断面を主翼断面と 連続するような形状としたため、機体の全部は全体的に扁平な形状をなしていた。主翼は操流翼を採用し、エンジンはターボチャージャー付けのコンチネンタルモータースセークシー -1430 を2機搭載した。またターボチャージャーの排気口はエンジンなせる高端に設けられ、排気により水力が加算される工夫がなされていた。固定武装の案は複数あり、 12.7mm 機銃6門や 20mm 機関砲4門、もしくは 76mm 砲1門などもあったが、最終的に 37mm 機関砲6門を装備することが決定された。なおコックピットは、余圧式にする予定だったものの試作機には実装されなかった。 試験飛行中の XP-67 試作台1号機は1943年12月1日に完成したが、同月8日に初飛行のため地上を運転していたところ、排気系統のトラブルにより、エンジンから出火してしまう。機体を修繕し年の明けた1944年1月6日に、初飛行に成功するものの、またもやエンジンの不具合により飛行は6分間で、 終了となった。その後エンジンナセル内の気流の流れ方を改善して、オーバーヒートを防止するよう工夫したが、4回目の飛行試験では意図せぬエンジン下回転によりベアリングの焦損を起こしてしまう。破損したエンジンを交換する間に、風洞実験をやり直し、水平尾翼位置を約30センチメートルほど高くするなどの改良が行われ、3月には試験飛行を再開する。 その結果、コックピットのレイアウトや、操打感、ピッチ方向の安定性は良好であると評価されたが、一方で、エンジンが非力で、加速や上昇性能が悪く離陸滑走距離が長い、ダッチロールを起こしやすく、方向安定性が悪い等のいくつかの欠点が指摘された。またエンジン XC-1430 は、未だ溶卵期にあり、 信頼性が不足していたこともトラブルに拍車をかけた。5月には陸軍の評価試験までこぎつけ、数回の試験飛行が行われる間に欠点のいくつかは克服されたが、エンジンにまつわる問題だけは解決できなかった。そして同年9月6日の試験ではエンジン火災が発生し、機体を大きく破損させることになってしまった。これを機に陸軍は、 XP-67 の評価試験に見切りをつけ、すでに高性能な戦闘機 P-47 や P-51 の実用化が進んでいたことから、さらなる開発は不要としてマクドネルとの契約を解消することとなった。この時点で試作2号機は製作に取り掛かったばかりであったが、結局完成することなく開発計画は幕引きとなってしまった。 ありがとうございます。